はい、五つ星お米マイスター、ヒロゲロです。今日はこんなのを見つけてきました。私、ご飯はこう炊くのはあれなんですけど、これでご飯が炊ける、電子レンジで炊ける、それに、なんか温泉卵ができる、私でもご飯炊けるやんっていう部分、ちょっと実験してみたいと思います。これをダイソーで買ってきました。300円です。こちらの温泉卵のは100円です。これでいっぺんやってみます。これ1合用の、炊飯、電子レンジで炊ける炊飯器です。なんかおもろいのがありますね、これ。今こんな簡単に、ちょっと待てよ、何よこれ、コーヒーカップ、これで1合用炊飯マグって書いてあります。500ワットで4分、4分で炊きます。はい、用意できました。このマグカップの中にお米1合と水 180cc 入ってます。これを今から電子レンジに入れて4分間炊きます。やってみます。500ワットで4分、ちょっと入れてみます。電子レンジです。これで蓋をして、ちょっと待って、これはこのまま押したらいいんか。温め、レンジ、レンジレンジこれで5分、4分やな。4分スタート。スタート。まあ便利でいいけどな。これで12分だったら、ちょっとなんかしてる間に炊けるってわけ。ご飯を開けてみます。電子レンジで炊いた。これ、おかゆやよ。ご飯のあれは全ま然だ生米生米にや近いね、これ。生米や、もう一回じゃあ硬いですか。生でし全然た。ちょっと1回目生で失敗でこのまま、もう一回やります。はい、ちょっとレンジの使い方もこのまま使いだまいす。ぶ 慣れてきたので ヒロゲロちゃんもう一回挑戦です。500ワットで4分。同じ続きやります。はい。500ワットで4分。絶対そのままレンジ500ワットなってんな。はい。で、4分。1、2、3、4分。あ、もう手慣れてますね。お手な。はい。スタート。スタート。もう一回やりましょう。あれ、まあ何でも経験いけます、いけますね。今もあるっていうことが勉強になったし、そうなんだっていうこともあるし、家にあるマグカップ、それに蓋乗せて、お皿乗せて、あ、できますか。これは開けてあるけど、ひょっとしたら圧力が上がって、ブクブクブクと蓋が持ち上がると思うわ。あー、そっだからできか。るような気がするな、これやったら。この原理やったらええで。なるほどね。やってみるの分からへんけど、ちょっとまた今後それチャレンジしたいですね。そうやね。家にあるもので。まあ、この方法でいくと、これは電子レンジだけど、やっぱり土鍋の形と競争したらいいんちゃうかな。どっちがどうか。ほら、止める方がいいんか、そのままがいいか。めっちゃブクブクしこてれはる。下げてるわ。下げてます。今度は下げたやろ。続いて200ワットで7分。150ワットやから、ちょっと多めにせなあかんな。レンジ、150ワットで7分やから、ちょっと増やす。そうですね。はい。これちょっと150ワットなので、7分がほんまやねんけど、はい、8分、8分、9分やな。はい。スタート。これで初めちょろちょろなかパッパなかパッパまでするね。止まった。
聞いてるよ、これ。聞いてるよ。ちょっと、うんさなあかんねんで。うんさなあかん。あちゃ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 。ちょっと待てや。あちで。はい。こんな感じでーす。おりゃ、炊けてる。炊けてますね。炊けてるよね。炊けてるね、見た目は。炊けてるよね。普通に炊飯できてる。うん。これで、せなあかんのかな。もうやるよ。これよりか、スプーンなんかいいかもわからへんな。天気が沈む。ちょっと器に対して、シャモニがでかいですね。入りにくい。うん、見よっか。はい、うん、はい、OK です。お茶碗がないので、蓋でいきます。うん、はい、実食。うん。ちょっと固め。固め。うん。硬いですか。固めに溶けてます。まあ硬いのじゃあ好きな人やったらいいですね。うんうんうん、ただ。この表示通り炊くと硬くなるから、うん、米の量を少し減らして、うん、水をこの表示通り入れたらちょうどいい感じになると思う、はい、あ、なるほど、うんうんうん、はい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 、お水を増やすとどうな、ダメなんですか。お水を増やすと溢れる。あ、蓋から溢れる。蓋すだと溢れる。あ、もうちょっと溢れてるぐらいから、はいはいはい、米を減らして、はい、でちょっと減らすだけでいけると思うから、それでやればうまく炊けると、もっともっと柔らかく、うん、もっと柔らかくなると思う。なるほど、うん、これかだな。固め好きやったら、うん、固めとかカレーチャーハン、はい、とこでもとこいけると思う。うん、まあ、そういうことで、はい、そんな感じで、でも、はい、ご飯はちゃんと炊けました。炊けました、成功です。温泉卵もできました。できました。これで嫁さんが膨れても大丈夫です。はい。一回やります。今度はうまくいくように。ごめんなさい。ビャッ、卵入れました。で、でここに水を、卵がかぶるぐらい、ちょっと水、ああ水あった。水入れます。かぶるぐらい、かぶるぐらい、かぶりましたね。はい、かぶりました。出します。これで500ワットで50秒。だん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 、あ、こんな感じです。あ、なってますね。なってます、なってます。あ、温泉卵です。うんうん、うまーく、うん、うまーく溶けてます。白身も黄身も、ほんまや、こんな感じ。ほら、あ、そんな、なんかぷりこうした感じ、うん、なってる、なってますね、なってる、はいはい、あー、そんな感じです。ちょうどいいぐらいやな。わ、そっか、これは成功ですか。ですね、ですね、ですね、はい。